Hello, dear ones, the low flowers in early autumn with a girl doing sparklers. Thank you, boosting us, let's draw. 本日は花火と、そして線香花火をする女の子で、周回道とのボタンをのボタンで描いていきます。使う絵の具はいつも通り顔彩ですが、今日は7分ほどで全て終わります。まず女の子の髪の毛を茶色と黒を取って、長い丸を2つ、そして左右におさげをひょいひょいと描いていただくと、後ろ姿の女の子ができたりします。まあ、お顔描かないから楽でしょう。はい、そしたらもうほとんどあとはグレーの筆ペンで、グレーって言ってもこれ薄墨の筆ペンだったりするんですけれども、もうね、しゃがんでるっていうイメージってそんなに描きづらくはないと思います。正面向きの方がね、大変だったりすると思うんですが、はい、そして赤い、お色で、帯とそして髪の毛をのところにちょっと飾りを入れたりします。はい、そしてもう一度グレーの筆ペンで、まあ、このあたりね、しゃがんでいるのでお尻のあたりとか、はい、そしてちらっと見えている、まあ、こっぽり草履ですね、まあ、これらはもう本当イメージで、はい、中のお色は黄色でもブルーでも、私がしているピンクでもよろしくてよ。あと線香花火、もう全てイメージですが、なんとなくね、夏の風情を感じさせるものですよね。はい、私は兵庫県なので、港神戸の海上花火大会もう毎年毎年行っておりますが、まあ、去年は中止になって、まあ、コロナ禍でね、で今年は秋にね、あるらしいです。それも5日間連続で1日10分ずつっていうことをね、何かネットで検索したら出ておりましたが、まあ、しないっていうよりもあると嬉しいですね。はい、そして花火、これがね、結構描き方難しいんですが、まあ、今ご覧になってるとわかると思うんですが、ちょん書いてシュッとこう、後で力を入れるというね、ちょんとしてシュッとね、下へ行くほど少し、太めにすると花火のイメージができるかと思います。私も線香花火も嫌いではありませんが、やはりね、体にどんどんとくる花火っていうのは格別な、なんかね、夏の風物の一つですね。はい、まあ、こんな感じで、でもし、まあ、たまたまちょっと猫ちゃんのシールとかがあったので、このように置いていただくと、メッセージを書くところにもアクセントができたりすると思います。はい、まあ、残暑見舞いとしてふさわしいかとは思いますが、ね、もう8月の、前半になると残暑の準備になります。はい、続いて周回道のお花、周回道花でベゴニア属になります。まあ、山野草のお花になりますけれども、花言葉は恋の悩みとか片思いとかっていうね、そういう花言葉になっております。はい、真ん中に黄色を入れたら、円字形で、このようにつぼみ、花を少しつなげまして、はい、額も入れて、はい、その後、グリーンで枝を描いていきます。上の方だけね、ちょっと円字形っていうことです。7月の終わりから秋、もう10月ぐらいまでね、咲いておりますけれども、残暑には割といいお花だと思いますね。はい、上は上なりに小さく、下は下なりに大きな葉っぱを入れると、周回道のイメージができてきます、ね。まあ、結構、好んでこの時期描かれるお花ですので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、まあ、こんな感じになります。はい、続いてのボタンです。同じ時期に、
秋をね感じさせてくれるお花ですが、この紫、ブルー系、そういったお色で、ね、ボタンといえどものボタンでこういう丸いね可愛いお花になります。花言葉は下向きな愛情とか平静ですね、平らに静かで平静、そういった花言葉がついております。花びらはねご覧の通り5枚ですが、花芯っていうのかな、おしべが10本ぐらいあったりするんですよ。はい、そして、額を描いて枝を描いて、で葉っぱは割と、肉厚って言えばいいかな、割とシューと細めの、ね、綺麗な葉っぱがついております。結構葉脈もしっかり入ってたりしますけれども、このお花ってねこう吸い込まれるような花びらの色をしてって、とてもね美しいお花ですので、また見る機会がある方はぜひご覧くださいませね。はい、まあこれら2つ今一緒に描きましたが、一つ一つにこういうランチョンマットなんかに描いて、で端っこ余った千代紙をこのようになみにカットして、していただくととても雰囲気が出たりします。まあ、のぼたんにもね合うと思いますよ。はい、今日は花火の女の子と周回道とのぼたんを描きました。I wish you a good health and happiness. See you again.